英雄戦チャンネルの時間です。赤藤です。西です。さあ今日はもう待望の、はい、まあ好きですね。デビルマン、いや僕も好きですよ。ただちょっと子供の心に好きっていうのは今なんでちょっと引っかかったかというと、はい、特殊なジャンルっていうか、まあそうですね、これも長い方先生だから描けれたというか、若干ちょっと怖いっていうかオカルトっぽいっていうところありますね。だって悪魔の力を身につけてますからね、まあ、かっこいいんですけど、はい、デビルマン、はい、でもなんかちょっと怖いかなっていうのと、ストーリーが あまりシンプルじゃなかった記憶があります。あ、ちょっとあの子供に理解できないのは、牧村美希っていう女の子を好きになったという理由で悪魔族を裏切りますからね。なるほど、すごいですね。主人公の男の不動明が、はい、で、牧村美希さん、居候先の娘さんですよね、はい、そうですね、が、まあ、一応メインだと、はい、で不動明は実際もう亡くなってるんですよ。そこへデビルマンが乗り移って人間侵略に来るんですけど、その牧村美希の純真さに打たれて、自分が住んでる悪魔の世界とは違うっていうんで葛藤するんですか、悪魔が。そうですね、で目覚めちゃうんですよ。で人間の心を持ってくるみたいな、はい、で裏切ったなって来てもそんなことはお前らに関係ないだろうみたいな、すごいすごいですよ。だからもともとだからデビル悪魔なんで、はい、本当は怖いんですよね。怖い、それをが、はい、人の心に近づき、そうです、そうです、愛情のあることやるところが感動だ、はい、そこがね女の子に受けてるんですよね。女の子のファンがすごい多いですよ、デビルマン。デビルマンは、はい、先ほど不動明とライバルっていうか友達の親友の、アスカリョー、はい、アスカリョーも出てきますよね、はい、原作ではすごい大きい役割を持ってますけど、アニメではそれほどじゃないんですけど、はい、いやでもねこのエンディングのスタイル、鉄骨の上にこうやって座ってるじゃないですか、かっこいいですね、夕日が沈むところで、はいはい、それがその身になって、これねわりかし新しいんですけど、めちゃくちゃ高いです。これ高い、はい、いやお待たせしました皆さん、はい、本日はこのデビルマン鑑定コーナー、はい、行きたいと思います。巨匠ズバリ、まるね最近の割には満足しますね。あ、最近の 作品なのに数万円、はい、数十万円、はい、ただ私自身としてはこれのでっかいやつも持ってますね。特殊に作られたやつ、これの拡大されたやつで、ちなみにこの値段は、いや1万超えは、1万超え、はい、じゃあ先ほどの大きなやつは、はもうなんか数万もすると思いますけど、あんまり見たことがないんでいくらするかっていうのもちょっと分かんないんですけど、これの大きいだけですよ、特に歌もかっこいいんですわ、デビルウィングはって、その飛び、だってあの悪友さんですから。あ、悪友さんが作られたあの作詞をね、名作中の名作ですね、はい、長井郷先生まだ語りきれないんで、いろんなおもちゃを出してきてはデビルマンまたやりたいです、ね、そうですね、ファンが多いと思いますね、はい、今日どうも巨匠ありがとうございました。ありがとうございました。